っしゃー 121212全体どれ 12。 こんばんは。元高知高校野球部で元142キロピッチャーで元男の子の青木香音と元東海相模で元ブルペンキャッチャーで現ポンコツでギターボーカルやっておりますデブです。浜竹です。今日はよろしくお願いします。お願いします。前回男から女に性転換して果たして男時代のように剛速球をまた投げれるのかという企画で前回125キロ私記録したじゃないですか。はい、125キロを記録したんでまた新たなプロジェクトとしてついに始まりました。130キロプロジェクト。はい、ということで元男の子の青木香音が男時代に出していた142キロに返り咲くために130キロプロジェクト始まったんですけども、前回120キロプロジェクトやってた時は3カメでやってたんですよ、はい、今浜竹さんが今頭につけているこれ、GoPro ですね。今までとは違った臨場感のある映像を頭につけた GoPro で撮ることでまた新しい動画が撮れるんじゃないかと、はい、もう大迫力ですよ。大迫力ですよ。あなたにリアルを届けます。あ、それ言いたくて今私と被ったんですか、声が。ごめんなさい。大丈夫です。ということでまたですね、はい、今日はバッティングパレス秦野店さんのマウンドを借りてまた130キロプロジェクトやっていきたいと思います。今回からですね、130キロプロジェクトをやるにあたって130キロプロジェクトのテーマ曲を作っていただいたんですよね。はい、作らせていただきました。曲名をお願いします。曲名は、はい、ファイトです。ということでこのファイトの曲が、130キロプロジェクトのエンディングテーマ、あとは挿入歌で流れますので、ぜひですねその曲も愛していただければと思います。よろしくお願いします。はい、では今からまた引き続きスピードガンで測っていきましょう。はい、お願いします。お願いします。いきなりしょっぱな130キロ出しちゃいますよ。いきます。よし。よし。122キロ。おお、調子がいいぞ。しょっぱな120キロ台出ましたね。もう毎日もうこの指相撲やりましたから、よし、声出したら球速出そう。いきます。よし、分かった。今伸びたんじゃないですか。今回豪華にカメラマンがいるからすごいありがたい。ありがとうございます。松Dのおかげで円滑にいってます。全部120キロ台だ。すごい来てますね。え、伸びてますか。低めのボールでいいの僕はなかったんですけど、あそこのボールは打てない。ありがとうございます。そしたらあれですか、じゃあ役今度対戦するかもしれないじゃないですか。三振取れそうですかね。いや、行きましょうよ。はい、低め。よし。119キロ。悔しいな。110キロ台出ちゃった。でも今日ってめっちゃコントロール定まってません。じゃあ定まらないように投げたら130キロかも。女子プロ野球選手の最速が129キロでしたっけ。いや、ちょっと壁が高すぎんな。ちょっと恐れ多いな。よし。あ。やばい。ちょっとここが髪の毛ボロボロ。ちょっと歩幅狭めでいきます。高めに投げるイメージで速度出します。うん、 GoPro、GoPro をぶっ壊す勢いでいます。あー、くそー、高めの方がなんか伸びてる実感があります。やっぱスナップスローが、やっぱ足腰が弱いですよ。なので低めに行くとスナップスローできないんですよね。はい、頑張ります。それじゃなきゃ三振取れませんからね。いや、めちゃくちゃ気持ちいいです。最高です。最高ですね。やばい、生きててよかった。もう休息を出すっていう目的よりもなんか楽しんじゃってますもん。いきます。はい、はい、ちょっと力んじゃった。ちょっと休息やっぱり追い求めたくて。ごめんなさい、でかすぎましたね、声。やばい、今のめっちゃ気持ちかった。最高、今。えい。ありがとうございます。本当にこの2球でなんか6年ぐらい前を取り戻した感じします。東海大相模戻りました、はい、あれ確かに体からなんか縦縞が見えてきたぞ。はでもやっぱりスナップスローが効いてる証拠ですよね。ありがとうございます。知らなかった。やっぱりこっち側に行って体が開いてしまうよりもこっち側に行ってボールに向かってるボールの方が。あ、そうなんですね。こっち側に行った方がいいんですね。ありがとうございます。でもなるべく取りやすい球投げます。いきます。垂れちゃいました。やっぱ低め行くと垂れるっていうのが分かりました。低めっていうか重心が私低くなっちゃうとダメですね。うわ、ダメか。逆に高めに行ってスピード落ちた。ちょっと10秒ほど休憩ください。います。来たぞ来たぞ。あと1キロなんですよ、最速更新。あと1キロ遠いね。遠いな。嘘でもいいから1キロ増していってください。115キロです。やばい、ダメだ、スピードがどんどん落ちてる。やばい、足に力が入んなくなってきた。ということで、今日の130キロプロジェクト第1弾は125キロ、前回の最速のまんまでした。ちょっと最後らへん力不足感じましたね。投げた瞬間に足に力入んなくなってガクってなっちゃったんですよ、はい、なので走り込みしようと思います。でもあれですね、今回は前回シーズン1で120キロプロジェクトになるから125キロ出した時は夏だったんでまだ体もほぐれたかもしれないけど、今回今気温が10度、寒い時なんで。関係ありますかね。ありますよ、やっぱり。関係ありますか。関係あると思います。本当ですか。そこで125キロ3回出してますから。いやー、ちょっと悔しいんでもっと頑張って次回125キロより速いボール投げて選手を三振に取ってやろうと思います。ごめんなさい、なんか P 増やしてしまってごめんなさい。ごめんなさい。ということで、今回ですね、悔しかったんですけども、また頑張っていきますので、引き続き応援をしていただける方は、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。あと、ポンコツの浜竹さんの YouTube チャンネルのリンクも画面下にありますし、はい、私の各 SNS のフォローも画面下からお願いします。また次の動画でお会いしましょう。もう疲れ切ってるんですか、私たち。本当に。いやでも本当にボールの勢い、今までで受け出していただいた中で一番良かったですけど、本当にもうフォローはいいですって。125キロが連発した時あったじゃないですか、はい、あの時のボールはスピード的には125っていう今までの数字かもしれないんですけど、今まで受けてきた中では一番いい連続した2球だった。入れとかすごかったです、本当に。このままいけば絶対出ます。あの感じの球を投げれるスタミナをつけるのが今後の課題ですね。頑張ります。はい、ありがとうございます。